皆さん、ヤッホーリクチャンネルのリクです。今日は前にね、この動画でビレッジヴァンガードのタピオカスライムを紹介したって、今思えばあんな人気のタピオカのスライム自分で作ってなくないって思ったので、今回タピオカスライム作りに挑戦していきたいと思います。それではタピオカスライム作っていきましょう。でね、今回のタピオカスライムはね、本当にミルクティーの中にこのボンボンを入れるだけです。で、材料ほとんどもう全部ダイソーで買えちゃいます。このボンボンでしょ、このカップでしょ、ストローでしょ、で、ボール平もあるし、洗濯のネもあるし、あ、放射とボンドだけですね。あと全部着色料とかも100円ショップで揃えられるので見てみてください。でね、やっぱりこのタピオカの中身どうしようかなと思って、で、ビーズとか黒いビーズサイズも合ってないし少ないしってことで、このボンボンに決めました。じゃあ早速もう作っていきましょう。まあね、ボンドスライムはね、もう何回も作った時あるんで、まあ作り方はね、もうパパパパパパってやっちゃいます。量はどんくらいなんだろう、全部入れちゃう、全部入れちゃおう。よし、いいかな。で、ここにボンドを入れると、いっぱい入れます、量が多いんで。はい、ボンド入れました。で、よーく混ぜます。そしてこの中に水を入れます。はい、水を投入、まあこのくらいでいいでしょう。よし、いい感じになった。そしたら色をつけていきます。で、どうやってあの色を作るのかが分かんないんで、一応白と橙色と茶色と黄色を用意しました。茶色は多分使うと思う、ちょっとだけ。じゃあちょっと最初茶色入れます。いや、失敗したらこれ全部無駄になっちゃう。よし、ちょっとだけ、やっぱちょっと橙色入れようかな。こんな感じかな。よし、混ぜます。そう、今ね、ミルクティーのね、色にしたいんですけど、わからないですね。まあなんかちょっとずつなってきてるかな、茶色かな、やっぱり。はい、色が完成しました。じゃん、こんな感じ。めっちゃミルクティーっぽくなって、で、使った色はね、黄色使わなくて白も使わなかったですね。この3色、やっぱり黄土色が大事でした。黄土色と茶色少し、橙色を、うん、まあまあって感じです。まあちょっとずつ入れたらこの色に、ね、なるんで、よかった。まあ黄土色がメインですね。はい、じゃあ放射入れていきましょう。あー、やばい、入れすぎたかも。はい、ゆっくり混ぜていきます。はい、いい感じにできた。よし、触ってみようかな。お、めっちゃいい。じゃあ出します、これ。ほい、めっちゃミルクティー色も、おー、いいじゃん、いいじゃん。やったね、私ほんとボンドスライム大好き。音もいいしさ。はい、できた、できた、よかった、よかった。で、色もね、結構リアルにできたと思う。はい、じゃあコップにね、入れます。じゃん、よし。で、最初はね、ちょっとだけあのタピオカ、タピオカって下に溜まってるじゃないですか。こんくらい、こんくらいで、うい、めっちゃくっつくね、これコップに。そしたらこのボンボンの黒だけを取って、そのさっきのちょっとだけのスライムの中に入れます。これと、ほんとこれ大きさも形もタピオカにそっくりなんでね、よかった。 OK、 これ足りなかったらまたこっちに入れるんで、こうやって、で、ここにも入れます。足りないですね、やっぱり。で、これ入れる、やば、やば。はい、じゃあね、ボンボンも入れたんで、これを、よし、ゆっくり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 、落ち着いて、 OK、 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 いい感じ。おー、タピオカって感じだね、本当に。じゃあもうちょいね、ボンボンをこうやってなんか外側に見えるようにこう入れます。おー、タピオカだ、すごいすごい、できた。はい、できました。蓋を閉めて、そして最後にストローを刺せば完成です。せーの、ほい、お、できた。
ちょっとストロー長いかな、あの子。じゃあちょっとね、あのストローが長すぎるんでちょっとだけ切ります。お、いいんじゃない。できました。めっちゃいいじゃん。ストローの長さとかもちょうどいいし、でほらうっすら見えてるのがなんかタピオカって感じですね。すごい。はい、ということでね、あのスライムちょっと余ったんですけど、黒いボンボンがもうないんで、まあもう一個とか作れないんですけど、これ後でね何かに使えたらいいなって思ってます。はい、じゃあね、今回タピオカスライム作ってみたんですけど、結構ね本当に置いてあったら飲んじゃいそうなくらいリアルにできたのでよかったです。まあもうちょいね黒いのが見えてたらいいんですけど、透明じゃないんであんまり見えないんですよね。でもまあ見えるところもあるんですけど、すごく簡単にできるのでぜひ皆さんも作ってみてください。はい、この動画面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter と Instagram 概要欄から私のグッズも見てみてください。おすすめの動画はこちらにあります。りくチャンネルでした。バイバーイ。